ベーター・スローターダイクは、ドイツ・カールスルーエ出身の哲学者、テレビ番組司会者、カルチュラル・スタディーズを専門とする社会学者、追筆家。現在は、カールスルーエ造形大学の学長兼教授として、哲学及びメディア理論の講義を担当している。1968年から1974年にかけて、ミュンヘン大学及びハンブルク大学で哲学とドイツ学。 歴史学などを学び、1975年にハンブルク大にて博士号を取得。1980年代にかけてフリーランスの著述家として活動し、1983年には諸著助作シニカル理性批判を発表。これ以降に発表された一連の著書もドイツ国内では高く評価されている。2001年にはカールスルーアートメディア、 センター付属カールスルーエゾー系大学の学長に任命され、翌2002年からは現代社会の諸問題について突っ込んだ議論が繰り広げられるドイツ ZDF のテレビ番組イングラスハウスダスフィラズーファシャカルテットの共同司会者としても活動している。スローター大工の思想は大学教授としての厳格なアカデミズム的態度とある種の 反アカデミズム的感覚とをうまく両立させている点に特徴がある。実際、スローターダイクは1970年代にインドの宗教指導者バグワンシュリラジニー氏の文化生であったが、その教えに現在でも強い関心を抱き続けている点に反アカデミズム精神が見て取れよう。また、スローターダイクの思想は論争の種となることが多いものの、 論争好きの思想家と呼ばれることを嫌い、代わりに自身を大行に話す嫌いがある程度だと評している。スローター大クの思想は二元論の存在、すなわち霊魂と肉体とか主体と客体、または文化と自然といった関係性を否定する。なぜなら、そういった関係性における相互作用や一般的な科学技術の進展により二元論的な 関係性が入り混じった現実が生み出されうるからである。時にポストヒューマニズムと捉えられることもある。スローターダイクの思想は、誤解に基づいて、別個のものとみなされている、種事の要素群を統合することを目的としている。その思想の帰結として、スローターダイクは、人間や動物、植物、機械といったあらゆる存在を包含する、存在論的なる構成体の創生を提言している。 詳細は、シニカル理性批判を参照。シニカル理性批判は、第二次世界大戦後に出版されたドイツ語の哲学書として最もよく売れた作品であり、哲学者、スローターダイクの少女作である。日本国内では1996年に、ミネルバ書房から、大阪大学教授の高田玉樹による翻訳が出版されている。球体としての球、球体三部作は、 スローター大工の代表作であり、第1巻は1998年、第2巻は1999年、最終巻は2004年にそれぞれ出版されている。日本語訳はない。球体三部作は教材空間、すなわち一般的に見過ごされていたり、あるいは当然のものとみなされているものの、実際には人間理解を深める上で欠かすことができない情報を、 秘めた諸空間についての著作である。その施策は、まず哺乳類とその他の動物との基本的な違いを吟味するところから始まる。つまり、哺乳類にのみ存在する子宮について述べられているわけだが、この子宮の持つ生物学的な快適性は人類にとってある種の根源的な理想教として想起される。そのため、人類は科学やイデオロギー、 あるいは宗教を通じて、子球の心地よさを再現しようとするのである。スローター大工は、実物の子球内のような小さな球体から、巨大な子球とでも言うべき民族や国家といった大きな球体に至るまで、人間が止まろうとしつつも叶なわない球体を分析し、絶望やニヒリズムといった生存の危機と、球体が壊れる時に生じる危機との関連性を突き止める。 スローターダイクによれば、球体三部作の序盤は、ハイデガーが書くべきだった作品としている。ここで、スローターダイクが言及しているのは、自身が現存在という概念に対して、ハイデガーの立場から離れていく以前に持っていた考えについてである。スローターダイクによれば、グローバル化現象に対する一般的な捉え方には、距離的制限の克服という人類史的な視野が欠けているという。 ここで古代ギリシャにおける天文学の発展を第1の波、15世紀における公開術の進展を第2の波としたとき、スローターダイクはグローバル化を第3の波と位置づけ、その帰結の違いを次のように説明する。すなわち、第2の波は世界を統一的に捉える見方を生み出したが、第3の波はむしろ偏見な自国優先主義を生み出しているという。 スローターダイクが哲学的観点から思い描くグローバル化の歴史はディーレッツテクーグルという副題で2005年に発表されたイン・ウェルティネンロームでコピタールズで論じられている。著書ゾーンウンとサイトにおいては歴史全体を通じて人類を突き動かしてきた心理的な原動力として怒りの感情を重視している。その傾向は西洋史において特に顕著であり、例えば ホメロス著イーリアスは、女神よ、怒りを歌ってください、という一節から、物語が展開していく。また、人間の持つ強い感情的態度を理解する上で、スローターダイクは、精神分析学が果たしてきた役割を高く評価している。スローターダイクの解釈によれば、ユダやキリスト教における神理解とは、結局のところ憤怒や怨念といった感情に、 便乗したものに過ぎず、いわば、報復感情に対する、刑事上の防波堤のように機能しているという。神は、隠して解消されることのない怒りと報復の感情を、ひたすらに蓄積する墳墓,墓の所在地となる。スローターダイクは、自身が主催したシンポジウムを終えた当時、とある論争を巻き起こすこととなる、人間への規則という著作を発表する。この作品の中で、スローターダイクは、 文化や文明を人為的温室、すなわち人類文明のための装置であるとした。例えば、野生動物近両区はあくまで特定の野生動物を守るために作られた空間であり、人類の生存には適さない。逆を言えば、アリストテレスが言うところの社会的動物である我々人類は、その動物の生存を保証するより、 巧妙な政策を採用せねばならないのではないか、とスローターダイクは主張する。ドイツ近代史上における失勢すなわちナチスの優勢学に基づく政策への反省から、ドイツ国内では遺伝子操作に関する議論が避けられる、傾向がある。しかし、スローターダイクは相手そのタブーを破り、来たるべき、新世代の遺伝子技術には、より率直な議論と、生物、 文化的繁殖に関する規制が不可欠である、と説いた。この主張を目にしたユルゲン・ハーバーマスは、スローターダイクを、ファシストと批評するが、この批判に対して、スローターダイク自身は、ファシストという言葉を使うことで自分を貶めようと、しているに過ぎないと反論している。スローターダイクは、ドイツ主要紙、フランクフルター・アルゲマイネに D レボリューションでア・けベンデン、ハンドと銘打った論説を掲載し、 福祉国家は税金を奪い合う泥棒国家であり、国家を円下の溜まり場とするばかりか、市民を税法に欺かれて支配される存在へと貶めると主張した。この論説が新たな論争を醸し出すこととなる。論説の冒頭、スローター大工はよく知られた、無政府主義者による資本主義批判の一説を引用する。すなわち、財産とは他者から略奪したものなのだ。 という主張である。そして、現在では、近代国家こそがそういった略奪者の道元であり、我々は税金を奪い合う反社会主義国家に住んでいるにもかかわらず、誰もそれを財政的内戦と呼ぶことはないと続ける。ありがとうございます。